これより2020オートバックススーパー GT ラウンド7藤巻グループモテギ GT300 キロレースオールドライバーズアピアランスを開始いたします。さあ、それでは本日お越しの皆様にレースに参加してくれる全てのドライバーをご紹介していきますよ。さあ、ファンの皆さん、ドライバーに直接あなたの声が、そして拍手が届くチャンスがやってまいりました。どうぞ盛大にエールを送ってください。それでは早速今大会に参加する45チームをご紹介してまいりましょう。カーナンバー244、高の子の湯 RCF GT3、 久保凛太郎、三宅敦。カーナンバー56、リアライズ日産自動車大学校 GTR、 藤波清とジョアオパオロでオリベイラ。カーナンバー25、ホッピーポルシェ、松井高光、佐藤君也。カーナンバー12、カルソニックインパル GTR、 佐々木大輝、平峰和樹。カーナンバー5、マッハ 5G GT ネット MC86 マッハ車検、坂口夏、平木優也。カーナンバー10、タナックス伊藤忠 NX ウィズインパル GTR、 星野和樹、石川圭司。カーナンバー87、T ダッシュランボルギーニ GT3、 高橋翼、山田慎之助。カーナンバー11、ゲイナータナックス GTR、 平中和幸、安田博信。カーナンバー88、JLOC ランボルギーニ GT3、 小暮隆、本島優也。カーナンバー48、職能ケースフロンティア GTR、 田中裕樹、富田雄一郎。カーナンバー61、スバル BRZ R&D スポーツ、井口拓人、山内秀樹。カーナンバー3、クラフトスポーツモチュール GTR、 平手康平、千代勝正。カーナンバー2、シンティアムアップルロータス、加藤博樹、柳田正隆。カーナンバー23、モチュールオーテック GTR、 松田継男、ロニー・クインタレッリ。カーナンバー64、モニューロ NSX GT、 伊沢拓也、大津弘樹。カーナンバー4、グッドスマイル初音ミク AMG、 谷口信輝、片岡達也。カーナンバー34、モデューロケンウッド NSX GT3、 道上亮、ジェイク・パーソンズ。カーナンバー65、
レオン、ピラミッド、AMG、ガモ、ナオヤ、菅波、東吾。カーナンバー55、ARTA、NSX、GT3、大湯俊樹、松下信春。カーナンバー96、ケイチューンズ RCF GT3、 新田森尾、坂口瀬名。カーナンバー8、 ARTA NSX GT、 野尻友樹、福住二玲。カーナンバー30、トヨタ GR スポーツ、プリウス PHV APR GT、 永井博明、オリドン学ぶ。カーナンバー18、アップガレージ NSX GT3、 小林隆、松浦康介。カーナンバー31、トヨタ GR スポーツ、プリウス PHEV APR GT、 佐賀光輝、中山雄貴。カーナンバー16、レッドブルモチュール無限 NSX GT、 武藤秀樹、笹原右京。カーナンバー52、埼玉トヨペットグリーンブレーブ GR スープラ GT、 吉田博樹、川合浩太。カーナンバー100、レイブリック NSX GT、 山本直樹、牧野忠介。カーナンバー35、アット RCF GT3、 ショーン・ウォーキンショー、マティアス・ベッシェ。カーナンバー17、京浜 NSX GT、 塚越広大、ベルトラン・バケット。カーナンバー19、ウエッツスポーツアドバン GR スープラ、国本裕二、宮田理友。カーナンバー9、パシフィックナック D ステーションバンテージ GT3、 藤井智信、ケイ・コッツォリーノ。カーナンバー39、デンソーコベルコサード GR スープラ、ヘイキ・コバライネン、中山雄一。カーナンバー22、 RQ's AMG GT3、 和田久志、城内雅樹。カーナンバー60、シンティアム LM コルサ RCF GT3、 吉本博樹、河野俊介。カーナンバー50、アルナージュ AMG GT3、 加納雅樹、安岡秀人。失礼しました、広田気づく。カーナンバー36、 AU トムス GR スープラ、関口雄飛、サッシャ・フェネストラズ。カーナンバー7、スタディ BMW M6、 アラー誠司、山口智秀。
ターナンバー37キーパートムス GR スープラ平川亮山下健太。カーナンバー33エヴァ RT 初号機 XWAXR8 ショウントン佐々木浩太。カーナンバー6アドビックスムータ MC86 坂口良平堤優衣。カーナンバー21一つ山アウディ R8 LMS 川端慎太郎近藤翼。カーナンバー38ゼント GR スープラ立川裕二石浦博明。カーナンバー360ランナップリボー GTR 青木孝之大滝拓也。カーナンバー14ワコーズ 4CR GR スープラ大島和也坪井翔。カーナンバー24リアライズコーポレーションアドバン GTR 高星光則ヤン・マーデンボロさあということでご参加いただきましたドライバーの皆様ありがとうございました。どうぞ皆様最後までですね今日お集まりの皆さんお気に入りのドライバーチームそして車の応援をよろしくお願いいたします。いいお天気になりました。盛り上がってこの後決勝レース楽しんじゃってください。以上をもちまして2020オートバックススーパー GT ラウンド7藤巻グループ茂木 GT300 キロレースオールドライバーズアピアランスを終了いたします。